今回は1975年から1994年頃に撮影した山陰本線亀岡駅、園部駅、殿田駅、和知駅がテーマです。ナレーションの字幕を出すことができます。パソコンなら字幕マークを、スマホなら CC マークを押してください。山陰本線は佐賀駅、保津峡駅、馬堀駅を川に沿ったカーブの多い線路で通り抜けると丹波の国の田園地帯を走ります。大きな町は亀岡、園部だよ。園部駅を過ぎると山岳地帯に入ります。鉱山が点在し、かつては鉄道で掘り出した鉱石を輸送していました。手元に写真のあった亀岡駅、園部駅、殿田駅、和知駅の画像をスライドショーでお届けします。殿田は今の日吉駅だよ。ここは1980年の亀岡駅です。キハ47の快速から大勢の乗客が降りてきます。京都駅からは快速で約30分、普通列車だと50分ほどかかったのだ。 TD51 型の引く貨物列車が入ってきました。無害車を何両も連結しています。園部駅の方から京都駅の普通列車が到着。普通列車は1時間に1本あるかないかだよ。亀岡駅から約20分、大きな町の入り口、園部駅です。1981年の撮影です。古い給水塔がありました。1969年には C57 型蒸気機関車が運用されていたよ。1975年には DD54 型ディーゼル機関車に変わっていました。機動車にはキハ35も運用されています。1982年になると機動車がキハ47系、客車が赤いオハ50系に変わっていたよ。機関車は DD51 型なのだ。駅前からは福知山線の笹山方面に向かう国鉄バスが出ていました。ここは殿田駅。1996年に日吉駅に変わったよ。駅舎は1994年、列車は1982年の撮影なのだ。普通列車と交換するキハ82系の特急朝潮号です。この年にキハ181系に置き換えられています。1988年の和知駅で交換するキハ181系の朝潮号だよ。1992年の和知駅、普通列車はキハ58系が使われていました。京都駅普通列車2両編成です。山深い鉄路綾部駅に向かって走る機動車だよ。次回は綾部、福知山、上川口駅を予定しています。交互期待なのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。